お疲れ様です。工藤です。今回はシステム手帳に触れ始めてもうすぐで2年目経とうとしている私が感じたことや気づいたことということを話していきたいと思っております。よかったら最後まで聞いていただけますと嬉しいです。はい、というわけで先ほどもシステム手帳を買ってから初めてね購入してから2年目経とうとしているんですけれど、一番最初に購入したのはこちらですね。はい、これがすべてのきっかけといいますか、始まりといいますか、黎明藤井さんで購入しましたオリーブレザーですね。すごく艶やかで綺麗な革なんですけれど、でこちらから始まって今ちょっとね端々に写っているシステム手帳で、手元にあるだけで9冊で、もう1冊あるんですけど、それは店さんのところに今いるって感じで、計10冊かな、はい、10冊程度購入しました。2年経とうとしているこの2年間の間でねまあそれが多いか少ないかはさておき、でその中で私という人間をまず説明してから、今までどういう流れでシステム手帳を使ってきたかと、今求めているシステム手帳に求めているものとかだったり、あとそういうのを踏まえてシステム手帳を選ぶ基準っていうのはこういうのかなっていうのを気づいたので、まあそういうのを話していこうと思っています。でまず私という人間なんですけど、軽く説明すると、この YouTube っていうもの以外に普段は仕事をしております。で仕事内容は事務仕事で、基本パソコンと1対1、はい、なので基本手帳をこう見てスケジューリング確認しないといけないなとか、そういった感じではないんですね。どっちかっていうと YouTube、 あと劇団のことのスケジュールを管理しておかないとやばいなっていう感じなので、まあ、スケジュール管理はするけれど仕事ではないかなっていう感じで、で今までなんですけど、このバイブルサイズとか M5 サイズ、マイクロ5かな、ちょっと呼び名いろいろあるんですけど、まあ、M5 サイズ、そこがまあ頻度使用率は高めで、これはねまあ波があるんですけど、一元化か分冊派かっていうと今は分冊派ですね。はい、分冊派で、まああとね文字ちっちゃくて書く量もねそんなにはまあ書くときは書くんですけど、そんな頻繁ではないかなっていうタイプの人間ではございます。であと今私がシステム手帳に求めているもので、これはそう、この話は持ち歩き手帳に関して言えばっていうので統一したいんですけれど、持ち歩き手帳に関して求めているものって言えば、まずメモができる、はい、ちょっとしたメモができるっていうのと、あとやりたいこととか欲しいものとか買うものっていうのがメモできる。これは外でスマホとかいじって SNS とかね見ているときに、あこれいいなとか、そのいいなっていうのはやってみたいなとか、あこれ欲しいな気になるなとか、あとこれ買っとかなきゃって気づいたりするときがあるので、そういったものが記せるメモ、あとちょっとしたカードは入れれるかどうか、私そのカード財布をちっちゃくめにしているので財布に入らない状態になってるんですよまあね、それは財布を大きくしなさいよって思うんですけど、ちょっとまあいろいろありまして、でカードみたいなのが入れれる手帳がいいなっていうことなので、はい、そういったものものを合わせると今この、ミニ6サイズが一番しっくりきているなと思ってます。最近購入したねプロッターのホワイトベールのトープっていう種類なんですけれど、はい、こちらは11ミリリングで、リング系はちっちゃめ、まあ、プロッター全部そうなんですけどね、こちらにあるプロッターは全部11ミリで、そんなに容量入らないっていうのが逆にいいって感じ でこういったポケットがついてるというか、最近これも発売されたんですけどね、比較的、はい、これもあってカードが入れれる、でこんな感じでカテゴライズもできるっていう感じで、もうこれ一冊で今基本満足してる感じかな。まあこれも劇団のことを言ったら、公演が近づいて稽古っていうのが増えたりするとスケジュール管理も各量増やさないといけないなってなると、今マンスリーちょっと挟んでるだけなんですけど、それだけじゃ足りなくってウィークリーも挟みたいってなったら、まあプロッターだとなかなか難しくなるかもしれないんですけど、一旦この M6 サイズが、私には合ってるなと思ってます。で、まあ、そういったもろもろを含めてシステム手帳選ぶ基準って、まあ、やっぱ人によるじゃないですか。さっき言ったみたいに仕事環境もそうだし、あと仕事以外でもプライベートでも
なんかこういったことやってるんですで、スケジュール管理しとかないとどうにもこうにもいかないんですっていう人もいるだろうし、あと私たちがってお子さんがいる家庭だったりしたら、その自分以外のこと、家族のこととかそういったものもメモしないといけないんですとか、そういった環境とかその人の立場によってこう使う手帳、合ってる手帳っていうのはやっぱ変わってくると思うんですね。で、まあ基準大体この8つかなと思ってて、それを今からちょっと言っていきたいんですけど、手帳2年目以降が行ってないかっていう人間がねおこがましいんですけれど、まあ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 、あなるほどね、確かにそういうのあるよねって思っていただけたらちょっと嬉しいんですけれど、まず閣僚、はい何言っとんじゃって話なんですけど、いやこれ大事だと思うんですよ。これ比較しやすいからあえて比較したいんですけど、このインマイルームっていうのは私工藤と、店さんっていうね、まあ私知ってて店さん知らない人の方が少ないと思うんですけど、その2人で大体やっているこのチャンネルで、で店さんっていうのはすごいメモマなんですよ。だからもうあとコント書いたり脚本書いたりとか物語を書くっていうのが仕事にされてる方なので、アイデアっていうのがパッと浮かんできたらメモ取っておかないとどうしようもないというか、もう忘れてしまったらそのアイデアって使えないじゃないですか。だからすぐ書けるものっていうのが必要で、まあ、そういったものもあって、あともともとメモマだからこう知的好奇心旺盛で書いておかないと安心しないからっていうので、ノートっていうものにはすごく触れてきてて、で今システム手帳バリバリ使ってる方なんですね。なのでそういった方ってやっぱ必然的に閣僚っていうのが増えてくるので、閣僚によって、まあ、薄すぎても、まあ、バリバリプロッター使ってるけどね分冊しながらバリバリプロッターは使ってるんですけれど、もしかしたらめちゃくちゃそういったメモマっていう方だったら、いやプロッターじゃちょっと足りんぜよっていう方もいらっしゃるかもしれないし、うん、そういった方だったらやっぱりその11ミリリング以上のサイズ13とか15とか、まあ、他のメーカー見たらあると思うので、そういったものを検討する。あとミニ6に関して言えばこういったね、アービン2っていうアシュフォードさんが出している、まあ、これはちょっともう多分売られてないんですけど、申し訳ないんですけど売られてないもの出すの、ただ比較対象としてミニ6っていうものでもこういった19ミリリングっていうのも探したらあるっていう事実だけ言うと、そのリング系っていうのが変わってくるから、それもやっぱ選ぶ基準にはなるんじゃないかなと思ってます。で私はその逆にそんなにそこまで書く量っていうのは少ないタイプだと思ってて、だからその書く量っていうのが少ない多いっていうのでリング系変わってくるから、これが一つの選ぶ基準になるんじゃないかなと思っております。2つ目、文字の大きさ、はい、これもね比較しやすいから出させていただくんですけれど、私文字ちっちゃいんですよ。毎月発行しているレターっていうのがあるんですけど、ネットプリントとかノートの方に PDF のデータを置いているので、興味持った方は私のどこ行ったらいいかな、 Twitter とか Instagram とかのプロフィールのところで、まあ、こちょこちょ探していただけたら嬉しいんですけれど、はい、でそれ見ていただけたらね、まあね文字ちっちゃいとかね、シニアグラスが必要だわってねおっしゃる方がね多くてね、大変申し訳ないんですけれど、はい、そんな感じで文字ちっちゃい人間っていうのと対して、店さんは文字大きめの方、いや私と比較するのにあたっては通常っていうべきなのかどうかちょっとまあまあまあ言いかねるんですけど、例えで言ったらそうだな、このプロッターのトゥードゥーリストとか、まあ、罫線のものとかあったりした時に、この罫線の一行内で文字が収まるかっていうのと、いやちょっとこのね罫線の幅やったらちっちゃいから2行ぐらいは使って一文字書きたいわっていう人、そういった方の私はこの1行で使えるタイプだとして、水さんがこの2行で使わないと落ち着かないタイプだとしたら、もうその時点で書ける量っていうのが1枚の紙に対して変わってくるじゃないですか。そうなると挟む量っていうのも変わってくるので、必然的にリング系がやっぱ変わってくるっていうのがあるから、文字の大きさっていうのもやっぱ大事だなって思ったんですね。で3つ目、これはカバンの量、容量ですね、カバンの容量、はい、カバンの容量ね、これもう極端なんですけど、これは私と店さん大体同じくらいなので、こう2人で比較はできないんですけど、前の職場でね、もう財布とスマホだけポッケに入れて会社に来てるって方もいらしたんですよ。
すごい印象的だったんで覚えてるんですけど、まあだからそういった感じでカバンを必要としない人っていうのも一定数いらっしゃって、言ったらもう服についてるポケットだけで完結させたいっていう方もいらっしゃるわけなんですよね、きっと。そういった方だったら、まあね、 M5 サイズかギリミニ6かじゃないですか、もし手帳を持ちたいっていう感情になったとしたら。まあ、ミニ5の特にこのプロッターとかだったらスマートかな、ポッケにスッて入って、で薄いからね、邪魔にもならないしっていう感じで、そういったそのカバンの容量、まあ、持つ持たないとかそういったものでも変わってくるし、あと私だったらカバンの容量そんなにたくさんは入らないんですよ。だから A5 ぐらいになると、あと、まあ、プロッターのね、英語だったら11ミリリングのこの薄さ、はい、これだったらまあギリいけても、こういったね、ちょっとこれオーダーメイドした厚めのシステム手帳なんですけど、これがねリング径確か40とかあったかな、いやそれは言い過ぎかな、まあでもとにかく大きいんですよこれ。ってなると、まあ言ったらロロマクラシックの A5 サイズぐらい、はい、想像しやすいのは、そういうね、もうドンキやわってなると、持ち運ぶのに勇気がいるというか、必然的にカバンって大きくなるじゃないですか。それでいいっていう人と、いやそこまではっていう人だったら、英語よりもバイブルよりもミニ6よりもっていう、その選択の幅っていうのがやっぱり狭まったり広まったりすると思うんですね。っていうので、だから持ち歩き手帳に関してっていう話で統一すると、カバンの容量っていうのはやっぱ大事になってくるなと思いました。4つ目、カテゴライズしている量。これはですね、後でちょっとつながるんですけれど、言ったら何を挟みたいか、でその挟みたい量っていうのはどれぐらいあるのかっていうので、このミニ6で例えると、例えばこのカテゴライズしている量っていうのはこの5つかな、大体、はい、やることと YouTube と、あと家のことと、ウィッシュリスト関係とその他っていう、このカテゴライズしているんですね。こういったのが多くなれば多くなるほど、やっぱりこうコロパンになってくるし、少ない人、スケジュール管理とメモができたらいいなっていう人だったら、もうカテゴライズできるのするのって2つじゃないですか。っていう方だったら、こういった薄めのものでも十分足りるというか、っていった感じでカテゴライズする量っていうものによって、またその挟みたい、リング径の大きさっていうのが変わってくるので、選ぶ基準がまた違ってくるなと思いました。5つ目で、これはさっきのにつながるんですけど、一元化したいか分冊したいか、はい、カテゴライズの量が多くなったとしても、例えば私だったら分冊派なので、体調のことに関して言えばほぼ日のオリジナルサイズ使ったりとか、スクラップブックって言って、こう自分の気に入ったものとか、もらって嬉しかったものとか、紙物系とか、そういった貼れるものはロールバンに貼ったりして保管するとか、そういった感じで全てこの一冊に収めたいわってなるんだったら、一元化したいわってなるんだったら、もうやっぱりね、分厚くなるんですよ、どんどん分冊派してる人よりも。で、いやもうなんだろうな、一個一個はスタイリッシュにというか、ちょっとずつ持ち歩きたいし、別にわざわざ外に持ち歩くことじゃないしな、これはっていうのがあるんだったら、分冊派私はしていますよっていう、まあ私みたいなタイプですよね。体調のこととか、そう、一時期は体調のこととかメモするっていうのも、ですね、ウィークリーに書いてたんですよ、ちょこちょこっと、まあ日記みたいな感じも含めて。だけどそれをほぼ日に移したことによって、あ、じゃあウィークリーそんなに必要ないなと思って、その部分はもう減らしたりとかしたので、っていう感じで、何を外に持っていきたいか、持っていって安心するかとか、まあ私はさっき挟んでいたウィッシュリスト関係とか、あとスケジュールとかメモとかで、今はちょっとこっちには挟んでないんですけど、コーピングリスト、まあ、ちょっと自分がねイラッとした時とか不安に思った時に安心する処方剤というか、まあ、お守りみたいなものがあったり、あと人によってはなんか今言ったコーピングリストみたいな感じで、言葉、こういった言葉を私は見ると落ち着くわとか、なんかね、そういったものがあるかもしれない、お守りみたいなものがあるかもしれないので、自分の持ち歩く手帳にどれだけ詰め込みたいかっていうので、また
こう挟む量が変わってくるからっていうのがあるので、一元化はね、そうですね、一元化したい人はもうこのサイズ以上じゃないとちょっと苦しいかもしれないですね。カテゴリーの量がその多い人で一元化したい人は、これはロロマクラシックの 24mm バイブルサイズなんですけど、そういった感じでね、また変わってくると思うので、まあちっちゃめがいいなっていう人だったらこっちのね 19mm でももしかしたらいけるかもしれないし、うん、なので、そこも基準になると勝手に思いました。6つ目、スタイリッシュ派かコロパン派か。これはね、ごめんなさいね、かぶってるかもしれないけれど、一元化したいか分冊派したいかっていうのって、言ったらこのスタイリッシュに行きたいかコロパンにしたいかっていうのもやっぱつながってくると思うんですよ。で、今の私はスタイリッシュに行きたい感じがするので、多分こういろいろ、そう、多分私見た目から入る人間なんですよ話がね、そう、変わっては来ないか。スタイリッシュ、こうスマートに行きたいなって思ったから、じゃあ分冊してなるべく家に置けるものは置いておこうみたいな思考になっていってるから、必然的にこの薄めのものになってると思うんですけど、いやー、私はね、もうあの手帳コロッコロしたのがね好きなんですよってなったら、もうあの分冊とか一旦置いといて、あと別のノートに書くとかそういうのも置いといて、全部ここに詰め込みたいってなると思うんですよ。で、このロロマクラシック買った時はまさにその時期だったんで、もう全部詰め込みたいわ、これ一冊で収めたいわみたいな感じだったので、そう、この 24mm っていう大容量のリング系を選んだと思うんですね、私自身は。っていった感じで気分によってもまあ変わってくるので、はい、そのまあなんだろうな、システム手帳の見た目をどうしたいかっていう感じになると思うんですね、そこら辺は。はい、どっちも好きです、私は。ただ今はスタイリッシュ派です、はい、って感じで。で、7つ目が、これもね結構私大事なんですよ、リフィルを外して書くかそのまま書くか。はい、これ7つ目なんですけど、リフィルをね外して書く人は、まあ例えば私が思いつく限りではデコする人とかだったり、まああとなんだろうな、私は違うというか、まあ私はつけたまま書きたい派なのであまり思い浮かばないんですけど、書き味にこだわる人、だからこの紙の上で書くのはどうにもこうにもちょっとみたいな人が、外して下敷きっていうか、まあ柔らかい、ああいったものがあるじゃないですか、その上で書くのが私は楽しいんだとか、快感覚えるんだとか、そういった方だったら外すかもしれないんですけど、基本私はもうあのノートのようにシステム手帳使いたいので、こういった感じでここにパッと開いてサッと書けるっていうのが好きなんですよ。ってなると何が起こるかっていうと、システム手帳ってあの物によっては、種類によってはこういった感じでこう180度に開かないタイプっていうのが一定数存在するんですね。なので今ちょっとね、こうお休みしているこのリーブレザー、これもね、私もう毎回言っててね、これ大好きな人に対してね申し訳ないと思ってるんですけど、本当に、いや嫌いじゃないんですよ、ただね、このね、わかりますかね、このちょっとうにょっとなってるので、あの私の使い方が甘いせいでこうなってる可能性は十分あって、もっとその使い込めば使い込むほどこう皮が柔らかくなって自然と180度開くようになる可能性は十分あるんですけど、私がそこまで耐えれなかったっていうのがあったので、私みたいにノートのようにシステム手帳を使いたいっていう人は180度開けるっていうのはすごく大事だと思うんですよ。こういったあの一時期ハマっていたスクエアバッグ、こういったのもね選んだのって、私それがあるんですよ、きっと。このパッとこんな感じで180度きれいに開いてくれるスクエアバッグっていうのは、そういった特徴があるんですけど、ここもねやっぱ判断基準大事だなってすごく思います、はい、なのでさっきまではその容量系だったり見た目のことだったりしたんですけど、一番最後の方になってきて機能性の部分を今ちょっとお話ししちゃいました。はい、大事なので、あの本当に購入される前はよくお調べになってください。はい、ここまでねあの言ってきたんですけど、最後のね8つ目はもうその1から7全てひっくり返すんですよ、私の中で。いや今までね
1から7まで私なりにこう説明してきたんですけど、8の力が強かったらもう1から7関係ないんですよねっていうのが最後なんですけど、8つ目が持っててモチベーションが上がるかどうか。はい、そう、その手帳を持ってて私とかあなたはモチベーション上がりますかっていうのが一番大事だと思ってるんですよ。これなんですよね。だからね、その、まあ、書く量がなんだとかね、カバンの容量がなんだとかね、一元化したいか分冊がいいかとかね、そういったものをね、すべてひっくり返すね、もうかっこいいとかかわいいとか、あれには勝てん。あれには勝てん。そう、私が今このミニロコを使っているのだって、なんだかんだその機能性とかだったり、書く量がなんだとか、カテゴライズのね、している量がちょうどいいからとかいろいろ言ってきましたけど、なんだかんだでね、かっこいいからなんですよ、これが。そう、今これをねヘビロテしてるのは多分そこなんですよ。いや、むっちゃかっこいいで、私のそのモチベーションだったりやる気とかだったり、その日々なんかこれが手元にあるかないかで、うわーなんかねちょっと元気出るわとか、やる気上がるわっていうのが変わるかどうかっていうのがめっちゃ 大切だと思ってて、そういったものが、そう、全てをひっくり返す。だからもうこの M5 のサイズ、このちっちゃいね、ほんのちょっとしか書けない量でも、いやー私これが今一番来てるからっていうので、多分その人ね、どんなにね、そのちっちゃくなくても文字の大きさが普通だとしてもこれ使いこなすと思うんですよ。とかだったり、その A5 サイズのこの大容量、たくさん書ける量のこの英語っていうのも、まあそんなに書かんけどなって思ってても、いやこのサイズ、この皮、この見た目、もう全部がいいってなった時の、その人は多分書く量少なくても持ち運ぶと思うんですよ。そう、みたいな感じで言ったら、何かな、アクセサリーに近いのかな私にとって。そう、アクセサリーの一部でも多分あるんですよ。なので、その最近てか、まあ昨今のねデジタル社会と言われている時代ですけれど、スマホで何でもできると言っていますけれど、システム手帳にはまる人ってね、多分ね、これ言って怒られたらもう本当申し訳ないけど、アクセサリーだと思ってるんですよ、その人にとっての。あとお守りとか。なので1からね順に説明っていうか、まあ言ってきましたけど、書く量と文字の大きさ、カバンの容量、カテゴライズしている量、一元化派なのか分冊派なのか、分冊派なのか、スタイリッシュ派になりたいのか、コロパン派になりたいのか、リフィルは外して書くか、そのまま書くかって言ってきましたけども、最終のね 8つ目の持っててモチベーションが上がるかどうか、これでもう、はい、決まると思います私は。なので、今までねいろいろ言ってきましたけど、一目惚れしたシステム手帳は一回使ってみてください。明日もしかしたら隕石落ちてね、あなたがねお亡くなりになってしまった時に後悔するかもしれないので、後悔して生きるよりはね、買って後悔した方が私は十分いいと思ってるので、よほど生活が苦しくないとか、買うのにその一つねシステム手帳を迎えるのにそんなに問題ないわっていう方は、一目惚れしたら使えるかなどうかなは一旦置いといて持ってみてください。絶対その箱を開けた瞬間の喜びっていうのはあるし、アドレナリンドバドバ出るし、なのでそのね、システム手帳をねもうすぐね触れてから2年目経とうとしている私ですけど、偉そうにねここまでね言ってきましたが、楽しい手帳ライフね皆様ね送っていきましょう。はい、こんな感じでちょっと最後ねシリーズボミになってしまったんですけれど、まあこの動画ね聞いていてちょっとでもまあ良かったなとか、参考になったなっていう方いらっしゃいましたら、まだチャンネル登録未登録でしたらしていただいたり、あといいね押していただけますと今後の励みになりますので、よかったらよろしくお願いいたします。はい、で私がシステム手帳にはまるきっかけの一つとなったハッシュタグイマルミンというのがございまして、こちらはですねもうその皆さんをね手帳とか、あと手帳システム手帳だけに限らずノートとか他の文房具とかね、そういったものが好きな方々がハッシュタグイマルミンをつけて投稿しているおかげで、それを見るたびにね物欲というか
刺激されて、欲しくなる魔法にかかるので、よかったらねそのハッシュタグいまるみ覗いていただいて、あとお気軽に使って投稿していただけますと嬉しいです。サブスクリプション関係は概要欄の方にございますので、その劇団のこととか、あと先ほど例に挙げさせていただいた店さんのこととか、もっとなんか知りたいなとか楽しみたいなっていう方はぜひお気軽にご登録いただけますと嬉しいです。はい、といった感じでね、まあ私にしては珍しくなんかこう組み立ててというか話を普段はねモニョモニョモニョっていくんですけど、今もうここねもう終わったからいいんですけど、こんな感じでねきっちりとね台本ねガーって書いて、ほらちっちゃいでしょ、これロルバーンですよ。ロルバーンのねまあその中にねこう私収まるんですよ。皆さん収まりますか、収まらないですか。これによってね文字のね大きさっていうのはまた変わってくると思うんですけど、私文字ちっちゃいなとか大きいなとかはい、っていう感じで、はい、なかなかと喋らせていただきました。また来週お会いできたら嬉しいです。それではまた。